おはようございます、ジャン君、ポンちゃん。昨日はだいぶお疲れの黒犬パパです。ポンちゃん、ブラシしましょう。逃げたわね。ポンちゃん。ポンちゃん。あら、ちょっと喜んでる。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。はい。あら、ポンちゃん。はい。なんか、嬉しくて。ポリポリしに行っちゃった感じだったね。はい、はい、おいで。はい、こっちおいで。ポンちゃん、はい、そこにいるとやりにくいな、ポンちゃん。こっち出てきませんか。あれで、ポンちゃん、ジャン君来る？ジャン君、ポンちゃん、はい、これありますけど、これまだ覚えてないんだよね。ほら、こんな風に取れるんですよ。ポリポリしてないで、おいで。あ、そこは爪研ぎじゃなかったと思うな。おいで、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。はい。ポンちゃん、おいで。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃん、はい、はい、ポンちゃん、はい、はい、何をしたい、ポンちゃん。トイレかな。ジャン君来た。はい、ジャン君。はい、じゃあジャン君にしよう。よいしょ。ジャン君おいで。こっちおいで。おいで、おいで。こっちおいで。はい、ちょっと慣れてないので、気持ちよくなるまでですね、少しずつ慣らしましょうか。あ、来たね。はいで、はいで、はいで、ちゃんかいで、はいで、はい。
なぜか移動するね君たち。後でやろうかな。はい。移動移動。また移動。ちゃんくん、はい、また移動ですか。冷たい。よいしょ。ちゃんくん、はい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 、これがいい。はい、いろんなのでやろうか。はい、はい、そうか、これはやる側が練習しないとダメだね。軽くやった方がいいみたいだね。失礼しました、ちょっと強すぎた、さっきは。はい、こんなぐらい、こんなもん、はい、こんなもんですか。いい感じですか。はい。はい、キスいただきました。よこれもいいんだけど、取りにくいのがね。
ジャン君、今日もフォークソング同好会行ってきましたので、すいません、マオイママさんがずっと家にはいたんですけれども、昨日の疲れでですね、すっかり寝込んでしまっていたようです。寝込むって言っても病気じゃないんですよ、眠くてですよ、睡眠不足がたたったのと、肉体疲労ですねがあったようです。ということなので、もう10時半ですけど、ジャン君お留守番だったね今日はね。はい、よくできました。はい。